こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回は久々にポリジェルを使って長さ出しをしていきます。もうね、地爪にはベースジェルが塗布してある状態です。まずフォームをカットしていきます。今回は少しね、この爪の先端が指の奥ほどではないけど、ちょっと少し内側なので、まずフォームを四角く切ってから、指の先端の形に合わせて丸く切っていきます。で、まずフォームは丸く C カーブつけておきます。で、このカーブのところにしっかりと合わせて丸みをつけてから、高さを合わせて隙間がないようにつけていきます。フォームと爪の間に隙間があって、ジェルの段差、これアクリルの時もそうなんですけど、裏から見た時に段差があると厚みを持って作ったとしても折れやすくなってしまうので、ぴったりつけるようにします。で、ポリジェルをスパチュラに取ったら爪の表面に置いていきます。スパチュラしっかりね、エタノールで拭いて、ポリジェル用のブラシもエタノールで拭いてから使っていきます。で、まず甘皮側に寄せていきます。で、地爪とジェルの段差ができないように、なるべくスムーズな形になるように伸ばしていきます。で、定期的に筆はエタノールで拭いた後に、キッチンペーパーで拭いて、ベタつきがなるべくない状態にして扱っていきます。で、しっかりとサイドからサイドまで乗せておきます。サイドの部分薄くなっていると、それもいくら中央に厚みがあって漏れやすくなってしまうので、しっかりとサイドの部分まで均一な厚みでジェルを動かしていきます。で、先端にどんどんジェルを運んでいって、厚みを整えていきます。で、まず5秒間仮硬化します。で、10秒当ててしまうと結構硬くてピンチ入らなくなってしまうので、私的ベストはね、5秒の仮硬化です。念のため表面確認してからピンチを入れていきます。未硬化ジェルがまだある状態なので、なるべく指の腹とかでは触らないようにして、自分の爪の表面でだけ触るようにしています。で、大きいライトに入れたら1分硬化をしたら、フォームを外して削っていきます。まずは未硬化ジェルを拭き取ります。未硬化ジェルの拭き取りはポットにエタノールを含んでいます。それではファイルを使って削っていきます。まずは先端のまっすぐを削ってから、サイドをまっすぐと削っていきます。で、その後にサイドストレートもまっすぐなるように削っていきます。他の指が先細りのスクエアのお客様なので、スカルプチャーも先細りに削っていっています。サイドが削り終わってから、表面を削っていきます。表面を削るときは、ファイルの動き、ストロークを長く使って、小さい山が所々できないように、なるべく1枚の面でつながるように削っていきます。ファイルもね、少し丸を描くような気持ちで扱っています。もともとアクリルで長さ出しをしている私もそうなんですけど、しているとジェルの方が削りがね、かなり軽いです。で、普通のジェルもそうだし、このポリジェルもそうなんですけど、かなり削りが柔らかい、軽いので、アクリルの時とね、同じ力で削っていると削りすぎちゃったりとかするので、かなり柔らかいソフトタッチをイメージして削っています。ストレスポイントの部分まで山なりに上がっていくように削っていったら、今度はストレスポイントから先端のところまではファイルの持つ角度を変えて、今度は下り坂のように落ちていくように削っていきます。固
形が決まったらスポンジファイルをかけていきます。今回のお客様はこの後にジェルネイルをしていくので、この後は10本まとめてジェルネイルの作業に移りますが、動画はここまでとなります。形はスクエアですが、先端の角のところ丸みを取って、痛くないようにしてしっかりとダストを取ったら完成となります。それではまたね。